はい、お願いします。千家の六代目の各学祭、元宗ですね、はい、元宗宗佐が自分でお茶碗を作って、はい、で3人子供がいたので、はい、それぞれに太郎次郎三郎という3つのお茶を分け与えた、はい、で藤田伝三郎の3人子供がいたんですね、はい、平太郎と藤郎彦さん、はい、で元宗のその話を聞いて、はい、この3つはぜひ、自分の手元に置いて、うん、でそれぞれ長男、次男、三男に分け与えようと。なるほど。で、次郎とね、今ないんですけど、三郎は手に入ったんですよ。なるほど。実は太郎だけは手に入らなくて、で、太郎は、まあ、その思いを知った長男の平太郎が自分で購入したものです。なるほど。ちなみに三郎は赤い楽じゃないですね。こうやって見ると、はい、やっぱり太郎の方がちょっと大きいんですね。大きいですね。はい。一回りになると思う。なんかそこにね、こう思いがあったのか、はい、ね。これはもう早い段階から、藤田さんのところが。そうですね。次郎と三郎は明治時代に入って、太郎が大正になってから、あのね、楽家の五代宗入に。まあ、実際の焼く作業っていうのは依頼をしてるので、はい、もう本当にお茶碗としてはね、この肌の具合とか、うん、そうですね、いわゆる宗入のお茶碗なんだなっていうのは思うんだけれども、はい、本当に形もオーソドックスで、うん、嫌味もなくて、ね、こっちはより、こっちが次郎、次郎、次郎はなんかより長次郎型、ね、そうですね。本当に一回りしか変わらないんだけど、ね、すごくこっちが大きく感じて、そうですね、次郎の方がちょっと締まってて、そうですね、どっちかというとね、こう4畳半とかで使える、ここまで使える、ここまで使う、こっちはすごく大ぶりでたっぷりとして、ね、風格というかね、威厳がある、そうですね、ひょっとしたらその自分の長男に対してそういうふうに、ね、うん、思いがあったのかな。これはやっぱり元宗が注文をしたんでしょうね。注文したんでしょうね。で、太郎と次郎は実は、はい、その彼が元宗が子供に与えるために作ったんですよね。はいはい、うん、で、ここにはない三郎っていう赤い楽茶碗、はい、これは、もともとあったお茶碗に三郎という名をつけて、うん、自分の三男に与えた。なるほど。で、まあ、三男だけなんかそうなのかっていうのあの実は年齢のこととか、あのそういうこともあって、うん、おそらくは、手元にあった赤楽に三郎とつけたんだろう。なるほど。親子を感じるようなね、うん、誕生日であったりとか、はい、家督王とかね、うん、そういう時にはこういうお茶を使っていたのかなっていうか、使っていてほしい気がしますよね。でもそのやはり作られた当時の意思は違えども、うん、藤田家がそれを手に入れて、うん、兄弟が、まあ、変わった意思だけれども、まあ、継いでいく、違う形で継げていくという意味ではすごくね、そうですね、面白いですね、うん、でここにいつか、ね、そう、もう一つの三郎がなんか揃うと、ね、面白いですね、面白いし、あの三郎が入るとまたこの2つがね、はい、今パッと見てこう大きさが微妙に違うなとか、うん、なんとなく雰囲気がっていうのがまたよりこう際立ってというか、うん、そうですね、もっとこう関係性が浮き彫りになってくるのかなと思うので、なんかね、ぜひ一回ここにもう一番並べたいですよね、ですね、はい、ただもう完全に行方不明だ、行方不明、うん、はい、どっかになることを願い、どっかにはね、まだ、うん、あの
元気に元気に、ね、どこか元気にしていてくれれば、はい、またいつかこう、ね、またはい、お三方が揃うのかなと、うん、ですね、思いますよね。で本当にこのこうちゃんと不思議なんだ、見れば見るほど景色が増えてくるんじゃないですか、うん、ですね、黒い楽じゃんでね、これは多分手元にあったら自分のね、父親がこうくれて、しかもその自分のために探してくれたって思うと、うん、確かに、ね、うん、すごい愛着だったんじゃないかなって。なんかこういうのを立てたくなりますもんね。そう、お茶すぐ飲みたくなる、本当に茶碗ですね、あの使いたいお茶碗、うん、じゃないかね。なんかそばにずっと見てほしいっていうかね、そういう茶碗ですよね。でこう不思議といいお茶碗って、うん、話したくなくなるでしょ。あ、そうです、ね、あの見ててこうちょっと置くんだけど、うん、またすぐ手に取って、うん、こうずっと手のひらでそうそう、ずっとなぜていたいというかね、うん、こう感じてたいというか、これはなんかぜひ本当に3つ揃えて1回、はい、3つを並べてみたい、並べたいですね。次に会うときは、はい、1人、ね、ここにゲストをお呼びしましょう。はい、はい、じゃあありがとうございました。